なんかいろいろアルバイトされたそうですよね。そうですね、いっぱいやってました。それこそその養成所通うためにお金貯めたくてバイトをしてて、一番最初にやったバイトがコンビニのバイトで、基本はなんか高校の部活引退してからがっつりもうアルバイトいろんなとこでしてて、ちょうど横浜もあのさっきワールドポーターズのなんかの近くにであったんですけど、あの三日月型の建物、パシフィコ横浜の近くにあるインターコンチネンタルホテルでバイトしてたこともあって、なんか立食パーティーとか、まあ、それこそ企業さんの打ち上げとかで、あのスーツっぽいの着てヒール履いてこう下げるみたいな食器下げたり出したりとかするのやってましたね。今までの人生の中でアルバイトって何個ぐらいやったんですか？めちゃくちゃやってると思います。でも多分どんくらいやってるかな、 10ちょいくらい行ってるかも、うん、それほとんど接客業なんですか？あ、ほとんど接客業ですね。あ、でもベルトコンベアでこう流れてきてなんかやるみたいなのもやったことありますしアパレルも一応あるし、接客もあるしウェイトレスもあるし、なんか教える系もあったりとか、あとなんかあと塾の丸付けとかも単発でやったりとか、結構いろいろやってましたね。